ボンさん東海オンエアメンバー全員言えますかって。あ、言えないですよ。いや、言えないですよ。え、言えないですよ。言えないですか。言えないです、言えないですよ、言えないですよ。フィッシャーズは言えないですよ。言えない、言えないですよ、言えないです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 。そうかそうか。カズさんファミリーは、僕は言えます、言えます。カズさんファミリーは言えますよ。やめてよ。え、やめて。カズさんファミリーは言えますよ。え、じゃあウームのクリエイター全員言えます？言えるわけないじゃん。3、4人しか知らんすよ。3、4人は少なすぎるだろ逆に。確かに。え、言えます。ウームさん、あ、ウームさんは全員言えます、はい、全員言えます。あ、全員言えるんすか。ウーム所属 YouTuber 全員言えます。全員言えます。ウーム所属のクリエイター全員言えます、全員言えます。あ、本当。はい、うん、全員言えます、全員言えます。じゃあ東海、じゃあ東海も全員言えるやんって。東海さんはみんなで東海だから。あ、東海オンエアで覚えてるから。そう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 。そうね。ヒカキンさん、セイキンさんでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って。ヒカキンさんとセイキンさんでもう小声になってるんですよ。早くも。早くも。セイキンさんもウームでいいんだよね。もうミスターウームだろ、セイキンさんはもう。一応。余裕でウームですよ。余裕だよね。はい、よね。ヒカキンさん、セイキンさんと、もう、はじめ社長さんよ。はじめさんね。はい、で、もう、はじめさん、カズさん、瀬戸康史さん、ほら。まあまあ、ここはもうゴールデンメンバーですよ、はいはい、でしょ、でしょ、でしょ。はい、うん、でしょ、あとは、マグニーさんと、ジャジャさんもそうよ。まあ、ジャジャさん、そうですね。ジャジャさん、そうそうそう。あとは、マグロヘッドさんね。マグニーさんね。はい。マグロヘッドさん、マグロヘッドさん。マグロヘッドさん、マグロヘッドさん。マグロヘッドさん、ウームなんすか。ウームズ、ウームズ、ウームズ。めっちゃいじりますけど。はい、あとは、そんなもんかな。ウーム8人しかいないですか。ウーム8人なの。トップ8、トップ8。いや、ちょっと待って。いや、これ言っちゃうと、マグロヘッドさんに相当失礼になること承知で言うんすけど、はい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 、トップ8にマグロヘッドさんは入らん。入らん？いや、マグロヘッドさんも僕コラボさせていただいたことあるんで、そう失礼を承知で言うよ。さすがにウームのトップ8ではない。マグロヘッドさん入んない。違う。うっそー。いや、さすがに入らんよ。入ると思ってたわ。原神の、それ言ったらあかんやつじゃない。言ったらあかんやつじゃないよ。いやいや、本人も自覚してるよ。トップ8には入らん。嘘。いや、本人入ってると思ってんじゃないのか。いや、入んないでしょ、さすがに。いや、入んないよ。いや、入んない。マグロ、何やってんだよ、マグヘッド。いやいやいや、マグロヘッドさんのせいじゃない。マグロヘッドさんのせいじゃなくて、ウームが強すぎんのよ。ウームのトップ8は強すぎ、もっと強いのよ。頑張れよ、マグロヘッド、マジでよ。いや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 、これは良くないよ、ボンさん、マジ。マグロヘッドさんいじってるでしょ、これは。良くないな、本当に、この人は。何やってんだよ、マグヘ。マグヘじゃない。マグヘじゃないのよ。いや、頑張れよじゃないのよ。誰目線なのよ、マジ。本当に、本当に誰目線なのよ、本当に。本当も、え、マグロヘッドさんそんな仲良かったんですか。まあ、そんなでもない。マジでやめて。マジでやめて。一回やったじゃないですか、その、コラボしましたよ。コラボした後に。あ、でも、アマンガス2回ぐらいやってます、あの後。ああ、まあまあ、それなら。結構、まあまあ、割と仲いい。うん、割と仲いい。向こうはどう思ってるのか分かんない。こいつマジほんとムカつくなって思ってますよ。いや、マグロヘッドさんは大丈夫大丈夫、分かってるから大丈夫。そうか、もっといますよ、ボンさんがコラボしてもらった中でもウームの方々たくさん。いや、まあまあ、それはそれはだってポコニャンさんたちもコミチンさんもそうでしょ、はい、もちろんね。ボンさんの好きなキリタンポさんとか、まあそうですね、ああそうか、キリタンポ、そうだね、そうだね、ユキリヌさんとかね、うん、俺女性の YouTuber さん本当にあんま知らなくてごめんなさいなんだけど、うん、関根リサさんとか知ってます。今ウームじゃないですか、バイリンガルの。いや、それチカさんでしょ。あ、そっちか。
ほんと知らないっすね。もう女性のほんとわかんないの。木下優香さんとか知ってます？木下、大食い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 。あぶね、あぶね、大食いの方言ってよかった、今。あぶね。何言おうとしたんだ。いやいやいや、なんでもない、なんでもない、なんでもない。え、どういうこと、どういうこと、怖い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 。なんでもない。いやいや、それはよくないよ、モンさん。大食いの人でしょ、大食いの人でしょ、大食いの人でしょ、大食いの人でしょ。怖いな。よくないな。あとは、やっぱ、ウームだとフィッシャーズさんとか、東海オンエアさん、マイゼンシスターズさんは筆頭じゃない？確かに確かに、そう、それはそうよ。ゲーム実況だとマイゼンシスターズさんね。ちょっと言い出したらいっぱいいっぱいいますよ。俺だって。ミラクルグッチさん、鶴岡さん、吉生さんもそうや、ね。ああ、確かに、そうそう。うん、そっかそっか。まあ、逆にでも、別にその人がどこ所属とかは関係ないじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ最近ね。うん。昔はもっとありましたけど、うん、そんな別に昔は事務所をまたいでコラボとかあんま良くないみたいな風潮ありましたけど、今は別にそんな事務所でね、うん、なんかないじゃないですか、そんな、まあ、なくなってきてると思う、うん、ウームだから、逆に言えば、うん、ウームだからって、うん、そのなんか気使うとかも全然ないし、まあ、ないね、うん、うん、そう、多分だけど向こう求めてないです、そんなこともクリエイターは求めてないでしょうね、うん、だってましてやそのまあ初めましてコラボするときにあともウームのなんとかですって聞いたことないし、まあ、そんなこと言う人、うん、え、じゃあなんでボンさん裏でウームのカズさんの下でお世話になってます、ボンジュールですって自己紹介するんですか。してないでしょ。やめてよ。やめて、なんで俺が。なんでボンさん裏で、ウームのカズさんの下でお世話になってます、ボンジュールですって、いつも裏だけでそういう挨拶するの。言ってね、やめてよ。やめてよ。俺、裏でも鎌田社長の名前とか出したことないから、やめてください。やめてください。本当社長の、そうそう。出した危ない、危ない、危ない。いやありますよ。小判ザメ、小判ザメムーブしてますよ。まあ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 、まあ、小判ザメムーブはしますけど、ウーム職面のカズさんのことですか、やり取りよくしてますね、はい。長いものに巻かれたいのは人間の心理ですからね。いや、そりゃそうよ、うん、そりゃそうよ。